ヘリ線の構造。ヘリ線とは、複数の方向間が辺を共有しながら、螺旋状につながった化合物の総称である。単に、ヘリ線という場合では、特に光学活性なものを指すことが多い。英語で、螺旋を意味するヘリスから命名された。つながったベンゼン間単位の数を内に入れて、N ヘリ線と書き表す。ヘリ線は1955年。 ニューマン島エイズの考案者として有名なメルヴィン・ニューマンらによって初めて合成された。不正炭素を持たなくとも方向感の込み具合によってキラリティを発現することを示した歴史的業績とされる。その後さらに長いヘリ線が合成され、現在最長のものは1975年に合成されたヘリ線である。 これらは多くの場合スチルベン型線具体を光で異性化させ、要素などで脱水素方向化して合成される。また最近では、ビナフチル骨格からオレフィンメタセシスによって、ヘリセン骨格を合成する方法も報告されている。ベンゼン管のみからなるヘリセンのうち、室温でも螺旋構造のキラリティを安定に保持し、かつ最も管の数が少ないものはヘリセンである。 末端の方向間同士の立体障害により、右巻きと左巻きの螺旋型の異性体は入れ替わることができず、これら二つは互いにエナンチオマーの関係にある。なお、間が一つ短いヘリ線も螺旋型を取るが、これは室温において徐々に螺旋化する。ヘリ線には非線高度が高いものが多く知られ、ヘリ線の αd は3640度にも達する。 ヘリ線の最初の光学分割は、その結晶をピンセットでより分け、線高度を測ることで行われた。シクロプロパンが頂点で4つつながった化合物も、螺旋状になることが知られ、光学分割が可能である。これは、すべてがシグマ結合で成り立っていることから、シグマヘリ線と名付けられている。またヘリ線のベンゼン管の間にシクロブタジエンを挿入した形の、 ヘリフェンも合成されているが、こちらはヘリフェンになってもらせみかを起こしやすいことがわかっている。ありがとうございます。